サウルスシリーズより EAA と BCA のこの大きい袋タイプ出ちゃいました。体で作れないアミノ酸だからこれを取りましょうっていうことで僕らは推してる商品です。リカバリーはめちゃくちゃ早いんで、リカバリー俺遅いねんっていう人に関してはおすすめかなと思います。ランナーあるあるということで、走る前とか走った後リカバリーね、もういろいろプロテインだったり食べ物でタンパク質取ったりとかアミノ酸飲んだりとかね、いろいろすると思うんですけど、まあなんとこの度ででーサウルスシリーズより EAA と BCA のこの大きい袋タイプ出ちゃいました。またちょっとホームページ見てもらいたいんですけど、簡単に言うと、まあ、BCA っていうのはその体の中で作れないバリン、ロイシン、イストロイシンね、この3つ疲労軽減してくれたり筋肉を作ってくれたりっていうのが、まあ、この BCA 体で作れないアミノ酸だからこれを取りましょうっていうことで僕らは推してる商品です。それにプラスアルファ体で作れないアミノ酸っていうのは9種類あるんですよ実は。その中でもこの3つの BCA と入ってなかった6個のアミノ酸ですね、全部で9種類入れたのが EAA なんです。じゃあ何が入ってるのか、これはもう BCA プラス、いえばバリン、ロイシン、イソロイシンプラスフェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジン、リジン、トレオニン、メチオニン、まあ、この9種類なんですよね入ってるのが。味がさっぱりアップル味でございます。あのアミノサウルスってパイナップル味でめちゃくちゃ美味しいんですよ。パイナップル味以外で、まあ、今回この家で、まあ、飲めるものだから家にあるジュースとかを割って飲んでもらったりしようと思って、あえてこれ甘くしてないです。そのまんまの味してるんで、ちょっと苦味とかが分かりやすい味で入ってきます。僕やったらそうやね、今アップルジュースと EA 混ぜて飲んだりとか、オレンジジュースと炭酸入れて割ったものにこの EA 入れたりとか、まあ、そうやって飲み方は様々にしてます。1食 12.5g なので、アミノサウルス2本分ぐらいかな、2本分ぐらいの粉を入れて約40食分入ってます。後ろに書いてる形でいけば、スポーツドリンクと一緒に お召し上がりください。これはスポーツドリンクと飲んだら一番、それは味がね一番もうなんか飲みやすいなっていう感じですけども、まあ、僕の飲み方とすれば、僕は朝飲んでますね、まあ、朝と夜アミノサウルスなくなったとか、ちょっと今日高負荷な練習したなとかいう時はアミノサウルスにこの EAA 飲んで、寝る前にも実は飲んだりします。体に入れれば入れるほど、まあ、実はリカバリーができるものなんで、ぜひね試してもらえばいいかなと思うんですけども、いや俺別にもうその3つの BCA だけでいいよっていう形であれば、もう BCA だけでもいいと思います。まあ言うたら9種類のアミノ酸か3種類のアミノ酸かの違いなんで、まあこれも味はパイナップル味で、甘さ一切ないです。両方とも甘さ一切ない、何かと合わせてもらって飲みやすくするっていうようなものなんで、ちょっとさっぱり味になります。でこっちはパイナップル味、こっちはアップル味になってます。ここまで来たらやっぱこうどんどん取りたいでしょ、やっぱこう取り続けないと筋肉持たないですよね。だからまあできればこうやって欲しいなと思ってた時に、まあちょっといろいろ開発できて作れたものなんで、例えば学生の皆さんとか大学生の皆さんとか、僕ら以上にもっと走り続けてる人たちいっぱいいると思うんで、まあ、そういう方々にはめちゃくちゃお得な感じだと思います。すごいリカバリできるんで、これ僕飲み始めてからだいぶ体マシかな。アミノローディングサウルスって言って大会前に1週間前に2袋ずつ飲むっていうものもあるんですけど、それ以外にもですね、こういう何やろ、ちゃんとした普通のアミノ酸を取り続けとくっていうのも僕は大事かなと思ってます。こちらはそんなめちゃくちゃ高いものでもないんで、またホームページ、Amazon とかでね販売させていただいてますんで、一回、見てもらって試してもらったらいいかなと思います。もう試さないと何ともね言えないんで、僕はもうちょっと試して、まあリカバリーはめちゃくちゃ早いんで、これだけはちょっと信じてもらって、そういうちょっとリカバリー俺遅いねんっていう人に関してはおすすめかなと思います。はい、まあ、そんな感じで、EAA と BCA サウルスシリーズが出ましたということで、またお試しいただけたらと思います。ということで、今のお話だけでよかったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。
誰のフォーム見てこの人のフォームに近づきたいと思ってこう勉強したかっていう話なんですけど、佐藤さんとキプチョゲさんのことは勉強になったかな。その人に近づきたいっていう思いがやっぱり大事かなと。これから練習されるという方は跳ねない走りっていうのを意識した好きな選手をね見つけて見ながらねやってもらったらいいかなと思います。